深澤圭アナウンサーが伝えてくれました。横田ピッチングコーチの話ですが、今大谷の当たりは大きいライトへ、どうなんでしょうか。そのまま入ったか、使ってきました。センターに上がっています。センターが下がって、下がって、そのこれはどうだ、大谷のプロ初ホームラン。この大谷センターに上がっている。センター下がる、下がって、その上を越えた。この当たりは大きな当たりだ。おお、ライトセンター見送った。はい、打った、ライトへ一直線、打ち上げた、宇宙間にボールが飛んでいる。距離は十分か、いったライトへ。その疲れみたいなものもあるかもしれないというところで、お、これは打ってった、左中間に打球が飛んでいる、真ん中、そのまま打球伸びて、はい、田中打ってましたが、初球打った、大谷ライト。大谷選手がつなぎますと3点入る可能性があるんですよね。センターへの当たり伸びていって、やっぱり練習しないと打てないですからね。そうですね。これ50球目、センター後方、打球伸びて、センターが見上げて、どうだ、スタンド。高めの投球です。高めの球、センターへ。センターが交代。なお交代。バックスクリーンを見ている。いい当たり。これはもう完璧に諦めた。センターに打球が飛んでいる。いい当たりですよ。さあどうだ。いい当たりですよ。そのまま行った。惜しかったですよね。はい。その時には対戦者のあった大谷が金子からホームラン。レフトへの当たり。これはどうだ。牧田がフェンスを見つ。これはどうだ。センターです。柳田バックして、柳田バックして、フェンス際どうだ。見送った。球を打ってレフトフライでした。んこれはどうだ、これは会心の当たりだ、伸びていって宇宙間に入った、これはどうだ、宇宙間です。これはセンターの当たり、どうだ、センター見送った。さあはないわけであってね。でそうですよ。おっと、初球打ちどうだったか、上がった、宇宙間もう仰いでいる、入った、逆方向へ大谷、逆方向へ大谷、代打でスタン。これも同じような打球、レッドバックして T 岡が見送った。またインコースに構えます。ん少し甘く入って、これはどうだ、うん、フェンス際、これが入った。ファイターズはこの回大谷翔平からのバッティングですが、レフトスタンド、これは見送って、レッツゴー。強く持ってますからね、センターへ、センターへ、諦めた。レフトへの打球、今度は見送って、今度はエルスアルヒー。おっと、これはセンター見送った、どうか、宇宙間の打球完璧に見送った、左方向だ、大きな打球だ、見上げている、スタンドイン。レフトへの大きな打球だ、下がってもう見送った。